夢色アサンブラ、今回は周南文化協会法学連盟会長の隅田嘉悦さんにお越しいただいております。隅田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速ですが、法学連盟というのはどういった団体なんですか？はい、そうですね、昭和30年に徳山法学連盟ということで発足して以来、ずっと日本の伝統楽器を中心にみんなで演奏したり、するっていう、その演奏活動を続けてまいりまして、で平成15年に西二町が合併して周南法学連盟となりました。で今22団体で、はい、22社中といいますかね、それで活動しています。で活動内容としては徳山法学連盟の時からなんですけれど、年1回の定期演奏会というんでしょうか、はい、最初の頃は人数が多かったので2回ぐらいの演奏会にしてたけれど、もうずっと今は年1回の定期演奏会を行っています。はい、その22団体というのは具体的などういった楽器なんですか？楽器はみんな、お琴と尺八と三弦っていう、そういう、はい、で社中っていうのはそれぞれ社中に先生がいらして、ちゃんとこう師範を取って、師範や大師範を取った先生がお弟子さんを教えていらっしゃる、そういう団体が22ございます、はい。全体で何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、全体で何人ぐらい？全体で今去年は135人でしたんですけれど、転勤とかあったりして今122人なんです、はい、長唄もあります。はい、大所帯でいろいろありますね。そうですね、はい、で先日 8日、はい、10月の8日に演奏会が行われたということなんですが、はい、どうでしたか？そうですね、22団体のうち20団体が出演したんですけれど、うんうん、やっぱりそれぞれの団体が自分のところの初歩の人もあれば上級の方もありますけれど、みんなで心合わせていい演奏ができたと思っています。でお客さんも結構400人ちょっとは、はい、お見えになったんではないかなと思っています。曲はですね、古典から現代曲まで、はい、だから古典って言ったらもう今から300年前ぐらい、江戸時代の、ね、後半ぐらいに作られたような曲、そういうので古曲っていうんですけど、そういうのと最近の、はい、作曲者が水野俊彦さんとか、ね、吉崎勝彦さんとか、いろんなこう現代の曲を作っていらっしゃる方が菊重清峰先生とかですね、沢井光さんとか、そういう方の曲などが演奏、はい、されています。されました。はい、隅田さんご自身は何の楽器をされてるんですか？私はですね、今回はお琴をしたんですけれど、はい、普通は17弦17弦っていうか、糸が太くって17本あって低音なんですよね、はい、ピアノで言えば低音の部分を受け持っているっていう、はい、そういう楽器、これは宮城道夫が考案した楽器でございます。私触ったことがないのだから低音楽器って、うん、このコントラバスに当たるので、うん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 、普通のことよりも大きいし、ね、そうなんです、結構長いですから、はい、持ち運びも結構大変です。一回ちょっとやってみたい、ね、やってみてください。お爪で爪をはめて弾く場合もあるし、指で弾いて、はい、だからちょうど本当ハープと同じような感じの、はい、音が出るかなと思って、はい、低音は綺麗ですよ、魅力的だから高音があって低音があって、それがこううまく、はい、融合して素敵な曲になってるかな。それと
三味線ですかね、三弦っていうか、うんうん、それも長唄の三弦と、うん、お琴でやる地唄三弦とは楽器がちょっと違いまして、うん、音色も違います、うんうんうん、はい、何年ぐらいされてるんですか、はい、何年ぐらいされてるんですか。私です、小学校の3年生からやってるから、はい、年があれだから、住田先生は、うん、学校とかにもこう演奏でもあられますよね、はい、以前私、まあ、大きなオーケストラのようなのを聞いたことがあるんですけれども、はいはい、やはりずっと続けられてるんですか。ずっと以前邦楽アンサンブル山口っていうのに所属してる時に、はい、県内の学校あちこちみんなで演奏して回ったりで、うん、今はそういう形ではありませんけれど、うん、この周南市内の中学校にちょっとお邪魔して音楽授業の時間に、はい、邦楽をちょっと生徒さんに聞いていただいたり、楽器をちょっと触っていただいたり、そういう機会をいただいてて、それで若い方にね興味を持っていただいたらいいなと思って、はい、思っています。なかなか素晴らしいですね。いいですね。私も受けたかったです。あ、そうですか。中学校の時に。今からでも十分。今からでもいいです。どうぞどうぞ始めてください。一緒に。はい、でこの11月に周南文化協会の15周年のイベントがありますが、はいはい、どういった感じに仕上げますか。はい、15周年ですので、今言いました団体22社中をにこだわらないで、うん、流派まあ、今の周南の方は筑紫流が多いんですけど、うん、筑紫流だけではなくて、はい、他の流派もあるんですね、うん、でそういう流派とか社中にはこだわらずに、うん、みんなで一緒に曲を演奏しようということになっています、うん、はいはい、そして今回は踊り邦舞連盟とコラボレーションで、うん、お琴の演奏で、はあはあはあ、待っていただくと踊っていただくということを試み、初めての試みで、はい、どうなるか楽しみにしています、はい、ちょっと横からあれなんですけど、うん、やはり社中がお互いに一緒にやるっていうのは難しいことなんですか。やっぱりそのいろいろこうね、はい、ここのとかこういうふうに表現したいという、うん、それぞれ思いはありますけれど、はあはあはあ、みんなで何回もやりながらやっぱりこういう表現が一番ベタいいのじゃないのっていうことで、みんなでそこをちゃんと共通理解して、はい、そして一つのこう音楽ですから、ただ弾くチューンじゃないので、うん、一つの音楽として素敵な曲にしたいなということで、みんながでそういう時にやっぱり心を合わせて和を持ってやるというか、人と人の心をつなぐっていうのは大きな音楽は力があるなということをつくづく思って、あ、なるほど、はい、います。とてもいい試みだったと思ってます。いや全員でやるとなると100人ぐらい、じゃあ一緒のステージ、それやっぱり100人がドカッと出てやるっていうのは大変ですけど、はいはいはい、一つのステージで25、6人30人弱ぐらいずつ で、はい、でそれも出演される方がね、この曲はやりたい、やってみたいという、うん、自分で主体的に選んで、はいはいはい、参加を曲を決めていただいてるんです、はいはい、それに今度は舞の方がつくわけですね、はい、そうなんです。で6段の調べ、いわゆる6段と八千代獅子っていうおめでたい曲、はいはいはい、君が代にもありますよね、千代に八千代にっていう、ああいうふうに八千代獅子っていうのはおめでたい曲なんで、それを、はい、待っていただくという、はあはい、ことにしています。とても豪勢な舞台になるわけですね。そうですね、すごい私たちもどうなるかなと思いながら、きっといい演奏会になるんじゃないかと思って、はい、楽しみにしています。はいはい、よっからは言わないですいません。ありがとうございます、いやすごく魅力的な世界だなと思って、でその邦楽の文化なんですけど、この日本というかこの周南市とか若い世代を含めて今現状ってどういった感じなんですか。そうですね、やっぱり団体のその社中の先生方もやっぱりもっと若い方にね、うん、こういうの興味持ってやっていただくのが
いいよねって、そういうことは常々ねお話しされていますけれど、まあ中にはあの40代30代若い方もいらっしゃいますので、そういう方々にもしっかり活躍していただいて、あのおことって年を取ったままやるみたいなイメージじゃなくてですね、おことっていうか邦楽っていう音楽をみんな方のやるっていう、そういう感じで若い人にこうアピールできるようにしたいなってみんな、まあ、考えていろいろ試みを しています。で、あのそれぞれ車中では施設にあの演奏に行ったり、それからあの、まあ、美術博物館で毎年春のサロンコンサートを やらせていただいてるんですけど、そういうとこにあのプロの方に来ていただいて、より楽器のあの音色の美しさっていうか、そういうのを伝えていただくようにも、はい、お願いしてやっています。来年も4月7日に予定してますので楽しみにしてください、はい、あの若い人がこう入るのに行くとちょっと難しいなと思うのが、あの要は琴の演奏方法というのはちょっと独特で、なんて言うんですか、あのそうですね、ピアノは蓋を開けたらもうちょっと、ね、指をやれば音が出ますけど、はいはいはい、お琴は字っていうかこう白い端、あれを立てて音を作るというか調弦をしないと、はい、なんか例えばドレミファソラシドを作るとか、はいはいはい、でお琴には平調子とか雲井調子とか半雲井調子とかね、乃木調子とかいろいろあるんですけれど、はいはい、でもみんなあのいわゆるこう学校で音楽やってますから、ドレミファソラシドが分かってますから、それでいくらでも音を作ることはできますので、字を動かして音を作る、だから結構あの柔軟な楽器とも言えます、どんなのでもできますから、はい、だからあの最近の作曲されてる先生方はそのいろんな音を使って、はい、あの素敵なこう音楽を、はい、作ってくださっています、はい、なるほど、そんな難しくないですから、はい、あの全くそれこそ、あの藤島さんが初心者でパッと入って、こう弾いてあーとかって思う瞬間はあんまりなくて、ないそうです、大体あの皆さん日本の歌の桜桜とか、ああいうものを初めに、されると思います、はい、あの3本の指に爪をはめてやるんですけれど、楽しいですよ、やってみて面白いじゃあ最後に隅田さんの会長職としての今後の夢というか、はい、野望を教えてください野望野望っていうのはなかなかね、年を取ってるからあんまりあのあれなんですけど、やっぱりあの周南邦楽連盟がよりこうあの発展できるような方法は何かないかなということは常々考えて、はい、で来年の演奏会もちょっとあの、プロの人にも参加してもらって、みんなで今までやれないような曲も挑戦してみたいなとかですね、そして邦楽のこう楽しさをもっとこう広げるっていうか、深めて広げるようなそういうことをしたいなと思ってるんですので、歌とがコラボしたり、でこの間の演奏会で尺八と電子ピアノですかね、それのコラボされて、あれもすごい良かったっていうか、そういうのもありましたし、男性の方で十七弦弾かれてものすごい迫力のある、あの、やっぱり音の低音でも響きがやっぱりすごいなっていう感じのもありますんで、そういうこうなんか素敵なこう皆さんの心にポンとこう入るようなそういうね音っていうか音楽が、したいな。